日本九州地方福岡県福岡市博多区雑所の熊雑所の熊は福岡市博多区南部と大野城市西部にまたがる地域の通称西鉄雑所の熊駅と JR 南福岡駅に挟まれる地域全国随一の南独地名としてたびたび話題に挙げられる名詞そのものの由来は貝原駅券編纂の 筑前国属風土記によると、その昔太宰府へ向かう人々を、主な対象とした多くの店が連なっていた場所であったこと、または、太宰府の官人の雑商居があったことによる可能性がある。また同書によれば、同書の編纂記における雑誌の熊は、中郡、磯田村に属する村と、山田村に属する村とで、西と東の二村に分かれていた。 銀天町商店街行政区名としての使用は、大野城市の雑所の熊町に限られているが、抗義には、西鉄天神大牟田線雑所の熊駅の南側、JR 九州鹿児島本線南福岡駅の東側に広がる町一帯を指す通称として、用いられることが多い。この地には、銀天町商店街という商店街がある。また、かつては、街であったが、営業地区が、 通学路などに重なっており、保護者からの苦情が多数あったことなどから、風営法の改正を起とした警察の取締り強化により、違法店舗が徹底的に摘発され閉店し、ほぼ壊滅状態となった。現在は、アロママッサージ店を称する一軒、ファッションヘルス業の許可を得た一軒が営業しているが、その他の風俗店については、コロナウイルス感染症対策等のため休業を、 余儀なくされているようである。雑所の熊駅このほか JR 南福岡駅は1966年まで雑所の熊駅と称していた。ありがとうございます。